はい、開いて、はい、こうして立てます。こうした方がいいんですかね。はいはい、閉めてロックします。はいはい、こちらも閉めて、はいはいはい、ロックを必ずしてください。はい、2箇所ですね。はい、はい、2箇所ロックします。はい、サドルはこれをレバーを外して、それの替えがそこにあるっちゅうんですね。高さを調整してください。はいはいはい、はい、はいはい、ペダルです。これが安全です。それは乗せるときは外さなきゃいけんですね、車に、はい、飛行機乗せるときはこれを出っ張るけですね。このリングを中に入れて押し込んで閉めます。こちらもあります。これを確実にしないと危ないですから注意してください。はい、今度は折りたたみます。はい、逆にすればいいですね。ペダルをこうやって外します。押したら外れるようになってるんですかね。押したら、ね、ああ、それ、ああ、はい、そこですね。でこちらも外れる両方ですね。外します。次にロックを外して、はい、畳みます。レバーを開けて倒します。はい、倒します。こちらもサドルですかね。レバーを、はいはい、ロックを外してレバーを折り畳みます。ああ、三つ折りになるんですかね。あ、二つ折りか。はい、そして折りたたんだらサドルを必ず最後にサドルですね。下まで下げます。これで完了です。はいはいはい、わかりました。で袋にそのね、このサイズで入れられるんですね。はい、袋に入る、このサイズで入れて。輪行袋は一般の自転車の輪行袋ですから、これは簡単に入ります。はい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 、でそれを持って飛行場に行けば、はい、手続きがまだ機内持ち込み、機内持ち込みやないの、はい、持って持ち込みすったらいいですね。はい。